じゃあ本日のね、ユーチューバー紹介は、ノブリンでございます。このノブリンね、チャンネル開設して1年ちょっとになるんですけども、まだチャンネル登録がね、100人もいないときに私はチャンネル登録したんですよ。で、このノブリンが、どんな YouTube チャンネルをやってるかっていうと、まあ、主に、関東一円ですかね。うん。まあでも、全国各地つつ裏裏と言ってもいいかなと。まあ、いろんなとこにこうやってね、YouTube のロケをして、 でまだね、若干20代前半なんですけども、その街についてこう、歴史とかね、文化とか、それからメリット、デメリットなどをこう語っているというね、あの、ジョーブログみたいな、そんなタイプなんですよ。まあでも、ジョーブログのジョーさんはね、世界中回ったりとか、切り口が結構危ないことに挑戦したり、とんでもないことやったりとかするね、えー、結構、きわものだっていうふうに私は思うんですけども、このノブリンはね、本当に観光案内って言ってるぐらい普通なんですよ。で あの危ないっかしいところに行ったりもしないですしね、えー、それからとんでもない挑戦もしないしご覧のようにほら普通に街歩いてるところをカメラマン連れて、まあ、その街についてこうやって説明してるみたいなところなんで、まあ、誰でもできそうなことやってるんですよねまあけどこの誰でもできそうなことを続けることはほとんどの人にできないのかなっていうのとやっぱこの表情もいいんでしょうねきっとねで YouTube チャンネル登録して本当数ヶ月再生数全然なんか。 100回も回らないし、チャンネル登録も全然ね、1000人とかなんなくってあー、動画がいつ伸びるのかなと思ったんですけども、私はこういうの好きなんで、ずっとね、チャンネル登録して、えー、新しい動画がアップロードされるたびにあの、応援のコメント入れたりとかね、えー、それから、まあ、TwitterX の方にもポスト出してるんで、そこでもね、リツイートしたりとか、むちゃくちゃ応援してたんですよ。で、もうやる気が。 なんかこう、なくならないように、なくならないようにっていうね、応援してますよとかね、いつも見てますよみたいな感じでコメント書いたりとか。で、ロンリーコメンターだったんですよね。もう、再生数30とかで、コメント私だけとかね、いいねボタンとか1件とかね。でも初期のファンだなぁと思いながらやっていたんですけども、まあ、ある時を境にね、動画が一定数溜まってきたんでしょうね。まあ、そこで、あの、YouTube にものすごく取り上げる機会が増えたりとか、あと、ライバルで、こういった、 街の紹介とかね、廃墟系とかやってる人が、まあ、やめていったっところも多いんでしょうね、で、更新し続けてる人だけに結局、ユーザーが集まっていく、うん、だから最初のうちはね、似たような、あのー、情報発信者に分散していくんですけども、やめた人のファンの方が、まだ続けてる人にこう集まってきて、気がついたらね、あの今、ノブリンぐらいしかやってないということで、結構いいペースで更新してるんですよね。 でやっぱりこう、日本全国、つつ、うらうら行けるようになってきて、で、自分の町とか、自分の町の近くとかも、こう、取材とかしてると、ちょっと嬉しいんでしょうね、そういった意味で、地域のファンを増やしていくっていうスタイルを、やっぱやってるんですよ、ただこれね、通常だったら、就職活動したりとか、足場固めるために <laughs> あの、どっかで働いたりするみたいな時期ですよ、このノブリん。でも、リスクを相当背負って、これをやってるんですよ。 本当なんか最初は再生数も伸びないし、チャンネル登録も全然出てないし、むちゃくちゃ焦ったと思うんですけどもね、うん、だからそういうのを、おもんぱかって、えー、私なりにこう応援してきたんですけども、まあ、それがね、功を奏したみたいなことはね、えー、とてもじゃないけども、も大口になっちゃうんで言いませんけども、まあけどこうやって今、もうすぐチャンネル登録10万人とかね、それから動画アップロードして、まだ30分も経たないのに、もう2000再生ぐらいされてるわけじゃないですか。 もうすごいブレイクして過去の動画もやっぱり数十万回とかね、まあ、100万回とかっていうのはまだないと思うんですけどもかなり、えー、再生数とチャンネル登録を増やすようになったのが大体1年過ぎたところだったかなと思います、まあ、こんなところなんでやっぱり自分の,あの楽しいものとか自分の向いてるものをね伸ばすのがいいかなと思いますあのこれはねあの逆に言うとね人を教育するときも同じなんですけども いや,いや,やらせるものは伸びないんですよ <laughs> で本人が楽しいと思うものしか伸びないんですよね。まあ、ただ一定数一つの割合として嫌なもんでもある程度取り組ませないといけないところにねちょっと葛藤はあると思いますけどもでも結局はね言われもしないことを自動的にやるものしか人ってのはね続かないんですよねうんだから妙な目的が入ったりとかんなんかそのそこに好きとかずるさが入るとね結局折れるのが早いんですよ。う なんかね、お腹が空いても眠くても、うん、止められてもやるもの、まあ、これっていうのはあのますます情熱注いでやることになると思いますけどもこのロビンだってね多分ねお父さんお母さんにはね、いつまでフラフラしてるのとか怒られてるかもしれませんし自分の懐状況が悪いのにロケに行く時には人に借りたかもしれないし知らないけどねえそれはもう最初は YouTube の動画更新もまばらだったんでどっかでバイトして旅費とかを稼いでそれでやっと行ったのかなとか思いますよね。うん まあでもね今、本当にこの広告収益だけでやっていけるようになったんじゃないかなと思うぐらい丁寧な動画作りしててで編集もすごく見事で、えーまあ、どういう風なチームでやっているのか大体分かってきたかなってところですね、うんまあ、だからねやっぱこう若者もこうやって頑張ってるんで <laughs> あの社会人のベテランが最初にくじけてはだめですよっていうね、まあ、そんな気持ちになりませんかって言ったこところでございます。 だからこの、ノブリンがやってるような動画を一本でも作ってみて、あー結構大変なことやってるなぁとかね。これは相当すごいねとかね。ファンができてもしょうがない根性だなーというふうに見れればいいんですけどね、うん。で、肝心なのはね、最後に言いますけども、その、YouTuber で聖域を立てるって可能なんですよ、こういうふうに。可能なんですけども、もう飽和してるって思うでしょ。全然まだね、 ガガラガラのマーケットってのあるんですよでもそのマーケットに興味がないとガラガラでブルーオーシャンなのに飛び込めないってことになっちゃうんですよ。やっぱりね普通に生きてきて自然と興味があるものってもうレッドオーシャンのものばっかりなんですよねだからたまたま自分が興味があってしかも他の人が興味がないみたいなところを何とか見つけていかなくちゃいない、まあ、例えば宇宙人とかね妖怪とかね心霊とかね なんかそんなことかもしれないし、地底人とかね、それから悪空間とかね、<laughs> ああいったテーマでやっていくと、どうなのかなと思いますよねうん。ちょっとしたら、あの、何、YouTube 版ムーみたいな、楽研のムーみたいな、まあ、そんなことがいけるのかなと思いますけども、でも、楽研のムーも YouTube チャンネルでやってるけど、いまいちなんですよね。うんそう考えたら、なんかやっぱり独特の切り口なり、あっと驚くね、ネタってのが、やっぱいるのかなと思うところでございます。うん まあでもね、これ、ノブリンのチャンネルね、本当、面白いのとあのいつも倍速で見てるんですけども、まあ、5倍速ぐらいでもね全然見れるんですよね。で、ただ、こうやって街が映ってるだけでしょう。で、えー、他の方は映さないように配慮はしてるんですけども、別にモザイクかけてるわけじゃないですね。<laughs> まあ今後、どうなっていくのか、さらに楽しみというかね、このノブリンが30代、40代になって、どういうふうな チャンネルになってるのかもしくはその頃は YouTube チャンネルの足掛かりに他の分野に挑戦してるのか、えー、実はねこのノブリン地方紙に取材されたりもしてるんでなんかそのオールドメディアの方にもね顔を出してるらしいんですよ、うん、まあそういったニュースを聞いてねああやっぱり YouTube で人気が出たそれをオールドメディアが取り上げるっていう順番に今はなってるんだなっていうふうに思いますねはいじゃあお疲れ様でございます